入団が昭和50年ですか。先輩について、まあ、1から10までいろいろ仕込まれて、やっぱ最初怖かったですよ。もう怖い先輩が一番仕事知ってましたね。いい仕事を教えてもらいました。ラッシュもお手伝いもしますし、新しい社員が声かけでしょうね。今日混んでるとか、ごく普通のこうありふれた、そんな毎日です。一人なんてな、話出てますよ。大勢の皆さんと知り合えて、本当に支えられてきました。やっぱりチームだよね。プレスカーもね、ない。ありがとうございました。西山さん、お疲れ様です。どうしたの今日。ちょっと待って。ありがとうございます。